サイクリングショット、どうしたの、シュート岩達です。今回ですね、モンストに、はい、春の新門活タスの巣窟来てる、リアルコア。今回ね、そのタスの巣窟で星5、6のガチャキャラがドロップするという、いわゆる本当だと思いますかって話ですよね。いやいや、そんなわけないじゃないですか。まあ実際ね、もうね、この動画4月5日に上がっております、はい、なんでもう皆さんね、やっていろんな情報出てるので知ってると思います。あの、これ星5、6リアル出ます。僕ね、1日になんか X を開いてたら、なんかルシファーがドロップしたみたいな。へぇ、出たエイプリルフールみたいな思ってたらガチだって。へぇ、これなんか生き穴というか、え、しかも限定も出るの。限定も出るらしいです。やばいじゃないですか。ということでね、今回はね、このタスの巣窟で何が出たのかって、まあ、トークみたいな感じになりますよね。まあまあまあ、そうですよね。はい。で、もう4月後に動画出てますから、もう今更かよという方もね、おそらく多いと思うんですよ。それだけで終わると、しょうもないんで、はい、テーマの、あの、ガチャをここで回そうかなと。はぁ、そこもね、あの、僕ら回していきたいなと思います。まあね、あの、我々がね、あの、この、タスの巣窟の星5、6で何が出るのかっていうのを今回ね、はい、あの、検証していきたいなと思います。はい。それでは検証し、まんじ。まんじなんだよー。ああ、ではね、行きましょうか。はい、ちなみに四五時は冷めていきます。行きましょう。はい、行きましょう。この辺はもうサクサクっといっていいんですよ。サクッとね。注目。普通っすね。あ、じゃあここだ。最後にドロップすんじゃない。やばい。さあ、どうなるか。え、エイプリルとかじゃないよね。さあ、行きましょう。あ、やばい、やってるわこいつ。行きましょう。お、ポータスが落ちた。ポータスキンがだってこれよ。確かに、うん、んポータス、え、誰ですか、誰ですか、それ誰ですか、それ。いやいや、炎、炎ですか、これまさかエブリルフルスか。あー、出ました出ました。あー、やりやがった。いやいや、本当にこれ出るの。やすぎ、うざ、バリうざ、バリうざ。うえーやけ言ったよ。うわ、びっくりした。なやる、ベルゼブブ。うわー、もう騙されたわ。でもほら、本当やったやろ。本当やったわ。で、ベルゼブブ。はい、ということで、イモタスさんはベルゼブブと。あ、俺ガチで出るんや。はい、ガチで出ます。あ、びっくりした。俺最初なんで聞いてたのに、あのゴミみたいなやつが来たんかと思った。危ねえ。あ、出ます。おっていう感じで、イモタスさんはじゃあベルゼブブだと。ちなみにマルチは知らん。今、いや、マルチわからんから、マルチやってみようか。あ、そうだね。っていう感じで、じゃあね、あの、今回ね、あの、サブアカでも行こうかなと。あー、バリ焦った。もう本当に本当にエイプリルフールかと思った。はい、ということでね、行きたいなと思います。はい、行きます。で、いっ、まあ、これで普通にクリアして、まあこれはサブアカがホストですから、はい、まあ出るんじゃないかと。ちなみに欲しいゲっているんですか。欲しい20万円。いやいや、持ってるっけ、ね、サブは持ってるよ。あ、そうだね。サブで欲しいの？なんだろう。マサムネ。あ、そうだね、マサムネ欲しいね。いきます。まあそっちかと思って。ああ、これ普通だ。ああ、じゃあやっぱ足すだけもらえるって感じですね。まあまあ、まあまあまあ。じゃあ行きます。だーりだ。いきます。まあ、こいつは出ると。レア、ハテナ、ハテナなったのか。うん、誰だ。なんけ、佐合城じゃなくて、なんけこいつ、なんとかの甘なんちゃらみたいな。いや、アメノムラクモって言ったやつだろ。それ違う、アメノムラクモじゃないこれ。あー、ゴミかこれ。ね、あれよ、4000。あ、4000、え、限定じゃない。いや、全然、全然限定じゃない。違う、あのね、てオリトラとかじゃない。いや、全然関係ない。近畿だね、2階に使えるでは、星6限定キャラも排出対象、行きましょう。限定来い。ドロ、確定来たら熱いっちゃう。確定来たら限定よ、もう。確かに。よし、ドロ。
限定来い。おー限定来た。サトーリン。すご。え？その引きすごくね。引きすご。よかったよサトリン。ありがたいこれ。え、俺初ゲっけなサブ。サブ初ゲ。サブ初ゲかも。よかったよサトリンは。普通に熱いわ。ありがとうございます。じゃあ妹さんちょっと回しますか。じゃあ僕回しましょうか。はいはい。じゃあ私目は、星6限定確定ガチャです。おお、もう限定が絶対出る。確実に限定が出ます。僕欲しいのは八重かクリムトか、そうね、アナスタシア。あー確かにアナスタシアも強い。僕断るごとにアナスタシア欲しい欲しいと言って一回も当たりませんでしたから。じゃあ行きましょう。行きますか、頼む。いやなんか今ちょっと今やばかった。今終わったわ。金字と目があったやばい。私が来たかもしれん。運極寝ろ。いやまだ略20ない。なんだったら寝おのが早いっていう。いきます、ポチッとだ。いきます、ストライクショット。ガブリエルの音が鳴ればね発言やったけど、さあどうだ。いや4体目 ?3 体目ぐらいですか。2体目、2体目。まあ2体目か、まだ2体目。あ、なんだ。ああ持ってるキャラが来るか。しかもまだ千早出ますからね、劇場で。マジか。おー、千早かよ。はい、ということでね、最後、本若を、はい、ちょっとあの、タスの巣窟とガチャですね、はい、ちょっと回していきたいなと思います。はい。マジマンジ。はい、ということでね、本赤でいきたいなと思います。まあ、はい、サクッといきましょう。はい、テイ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 。ちなみに本赤欲しいキャラ何？にじめ。うまい、ブロー関係ないやん。途中でなんか欲しいキャラとか言ってる。さあ、誰だ。欲しいのにじめかな。まあ、もう一体シャルルマニでもいい。おお、マニュ。うん、すいません。いきます。頼むマジルシファ。いきます。アトランティス。あ、アトランティスだっけ。ウンディーネじゃない。アトランティス。いや、アトランティスっすね。すいません。厳しい。はい、ということでね、星6限定ガチャと星6の確定ガチャ、普通の天魔の普通の確定ガチャ、1個ずつ全部あります。3種類ね。普通の方からいきます。はい。で、トロン。ちなみに欲しいのは、欲しいのはあのスノードロップか、はい、あいつモールス。おー、いきます。なるほど。もうちょっと納得してないみたいな。もっとなんかおるんかなとか。いや、シードルって言うからだ。いや、もうシードル持ったんだよ。シードルでもいいけど。あー、ウィンディ。あー、なんかそんな天魔の空中天の5回や使えるけど、俺赤マナフとかも持ってるし、あの、しかもまあエドワード・エルリックいるんで。あ、え、ディアナ。え、ニュージョ。え、ニューじゃない。あ、ディアナ。よかったよ。誰っすか。ニューやった。ニュー、いや持ってないわけ。めちゃくちゃ生きって喋ってましたけど、ディアナでしたね。まあなんかあれはディナモザグレブみたいな感じですね。わかりません。続いて限定キャラも、はい、最初ここ大事。ここで限定か引かんかマジ大事。まあ確かに、さっきサトリ引いたんだけどね。欲しいのは、欲しいのはなんで八重ですよ。いきます。でっ、トン。いや限定来てくれ。いきます。フランクリン。フランクリンって限定じゃないの。全然限定じゃない、かすってもない。まあ、ラスト、まあ、ラストあるけどね。では行きます。はい、頼むマジで。でっ、心臓を捧げろ。いやマジちょっと持ってないのが欲しい、本当に。行きます。なんかこれマジで虹島乱暴プレイがすごい。もういらないって。あれだけ最初アムリタ欲しいとか言ったくせしやがって
アムリタイいらんって言うたのに、みんながいやアムリタイやろ、アムリタイやろ、アムリタイやろ、いやあれはアムリタイやった。はい、ということでね、悟りが一番のピークでしたね。確かに、まあまあみたいな感じで、まあモンストもね、まあこれからね、またさらに、ね、飛躍しますから。確かに、まあ我々もね、コチャだったりとか、はい、まああと攻略、はい、まああとライブでね、降臨だったり天魔だったりとかもやってますし、はい、モンストのさまざまな企画ですね、うん、モンスト×まるまるみたいな、はい、モンスト×ご飯とかね、まあなんかそういうのもやっていきたいですね。ご飯だってゲーム性があるような、人狼とかもやってますし、はい、まあなんかそういったものもね、今後我々のチャンネル出していくので、ぜひねチャンネル登録と高評価の方お願いします。お願いします。ではね、はい、全く何も変わり話しない来週のラキモンを見てお別れいたしましょう。ラキモンとはでもライキモンね、よく見て永久って書いてありますから。あ、そうやったね、そういう、皆さん、さてかラキモン見る前にラキモン探しましたか？いや、僕は探してます。あのね、彼ら2人をラキモンに設定している理由はですね、あまり出演率が低い出演率が低いということでラキモンにしております。我々が正直ラキモンになっちゃうと、お前毎日出とるやん、しょっちゅうおるやん、俺に関してはしょっちゅうおるけん出ない動画ないんじゃないってほぼ出とるけん、まあそういう意味でもね、彼らがラキモンやってるっていう感じですね、はい、来週のラキモンはこちら。